こんばんは。安定のフライング配信。ちょっと早めに。準備が終わったので早めに始めてみましたよ。だから8時まではちょっと今やってることを皆さんに言うと、ですね、なんか急に音楽創作意欲が出てきて、今音楽作ってます。それをずっと昨日深夜ぐらいまでやってて、今続きでやってるんですけど、ごちゃんに太鼓。そう、なんかみんなね音楽作ってて、さすがの私も対抗心が生まれるわけですよ。まあ、対抗心じゃない、対抗でやってるわけじゃないけどなんかみんな作ってたら作りたくなる。私は EDM は苦手なんですけどね、ちょっと久々にまた挑戦してみようかなと思って、最近ちょっとだけ時間に余裕ができたんですよ。時間に余裕ができたからちょっと久しぶりにまたやってみようかなって。オーケストラ全然 DTM 今んとこまだ 3個の楽器しかできてないんですけど、ちょっと流してみましょうか。まだ全然できてないですよ。昨日始めたばっか、昨日の深夜こんな感じですね。今こんな感じの雰囲気を作ってます。今ずっとループしてるだけ、8小節をずっと流してるだけです。今日のショールームのBGM にしてはちょっとチクチク、なんかおしゃれな曲にしようと思ったけど、最初はちょっと止めよう最初はドラムゴリゴリの曲作りたかったんですけど、なんかこのね今一番多分聞こえてる音、ジャン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 みたいなやつの音が好きで、こんな感じの曲に、曲じゃないですけどね、まだ曲から何を入れていくか迷ってるんですよねずっと頭で流れてた。ドラムとキーボードとベースだけ入れてる状態です。あとはメロディーとなんか装飾とかいろいろ入れていく感じ。作るのはどうなの？私本当に DTM ね一回始めた時にマジでできなかったので、まあ一から挑戦してるだけです。一から挑戦して、私も分かりません私も分からないです。シンバルのチチチっていう音が欲しい。意外実はね入ってるんですけど、ちょっと音がちっちゃい。最近ねちょっとありがたいことに忙しくて、マジで自分の時間が1ミリもなかったんですけど、なんか明日からちょっと自分の時間があるので、ちょっと始めてみようかなみたいな。でも多分途中で飽きますね、私今までの感じだと飽きそう。でもできるだけやってみますっていう感じです。あれこれさっきまでどうやってやってたっけな。これね難しいんですよね、めっちゃ。今まで一番長く続いたのはやっぱあれじゃないですかね、あの楽器、
楽器練習が一番長くついた。あんなに楽器することない。そうですね、次の音は何にしようかなって、ベースができたので次は何を入れようか。今、悩んでます。次の曲ねあ、次音楽、あ、違う、楽器パーカッション。なるほど。旋律。何の楽器で何の楽器にしようかな。ストリングス。ちょっと難しいな。どれに何の楽器入ってるかが、マレットって、わっ、マレットお金かかる、ま、あ、これ多分これがマレットかなと思うんですけど、お金かかるみたい。マジ、ウッドウィンド、あ、サックスとか使えるんや。サックスいいっすねいいっすねとか言って、ストリングス、パイプオルガン、パーカッション、グロッケンとかもお金かかる感じ。あ、ダウンロードすればいける系、ダウンロードすればいけるか。あれ、ちょっとすいませんね。あ、デールキル、ダウンロードしたらできるわ。すいませんね、8時まで、あ、8時過ぎてる。8時まで趣味の時間にしようと思ったけど、過ぎてますね。よし、グロッケン手に入れたぞ。こんな音なんかちゃうな。あ、なんかここら辺いいかも。ここら辺ですね。あ、ここら辺の音はいいんじゃないですかね。でも雰囲気に合わないかな。ここら辺、ちょっと微妙い、ちょっと違う。今何やってるのって言われたら私は何も言えない今は趣味をただ皆さんに見せてる感じですね。ゲームしてるのかと思った。ゲーム音ではないですのでバンしないでください。一応私が一から作ってるんですけど、っていうのをさっきまで作ってたから、配信始める時に早めに始めて、8時人が集まるまではちょっと見せようと思ったけど、ちょっとあの長引いちゃってる感じです。ゲームを作れますか。ゲームは作れませんさすがに、すいません。何、コーヒーショップっていう音がある。コーヒーショップ、コーヒーショップって何だ。コーヒーショップって音なんか良さそうじゃない。こんな感じです。こんな感じでいつもやってます。 PC です。 PC で一旦やってみてます、まあ、これダウンロードしすぎたら絶対容量なくなるパターン。コーヒーショップ気になる。コーヒーショップ気になりますよちょっと待って、山本さん違う音出ないし、コーヒーショップなんかマラカスみたいな、あ、こういうコーヒーショップ、これですね
チャ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 やん。わかります？あ、ちょっと待って、これあれでできないの？キーボードで、キーボードでやるの？どうやってやるの？チャ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 、これあれできるやん、宝島。え、これキーボードでなんか売ってる方法知りません？キーボードで売ってるのがあるんですよね。キーボードで打ちたいな今。どれを押したらキーボードでできるんだろう。すいませんね、今こんなこと言っちゃって。鍵盤が、楽器が鍵盤に割れる、そう、鍵盤をこのキーボードでできる方法がなんかあるんですよ。わかんない、わかんないですよね。もうそんなこと言われたって。なんかね、前できたんだよな、昨日はできたのに。昨日そのキーボードで打つのがちょっとめんどくさくて一回消したらどっか行っちゃいました。なんか今マウスで打ったら音が出るんだけど、それをやばい、これはまずいぞ。他の音も出なくなった。いやー難しい、もういっか、いろいろしてみよう、いろいろしてみてたけどダメでした。ので皆さんは想像してください。私がやろうとしたのはただチャ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 の音と一緒だったから、それやりたかっただけなんですけど、それも多分伝わる人は少人数なのでやめます。ボンゴ、ボンゴとかある、シェイカー、ソフトにキーボードに認識する。いや昨日はねされてたんだけど、今はそういうのが出なくなりました。私が消しちゃったのが悪いのかな。うーって言ったかな。違います、それじゃなくて、あ、なんかスタンウェイグランドピアノとかある。スタンウェイ、あれなんや、スタンウェイ、スタンウェイ限定なんや。まあいいんですけど、スタンウェイ好きなんで。チャ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 、一番じゃない、めちゃくちゃ有名な吹奏楽曲です。私が今言ってるマンボウではありません。という感じですね。私のただの趣味。ビブラフォン、ビブラフォン、今ビブラフォンって押したのに消された。ビブラフォンちょっと流してますね。あ、いいかも、この音合う合う。はい、これで次の楽曲はビブラフォンにしました。合うんじゃない、たまたまです。ちょっと音大きすぎ、こんな感じの曲に音にしよう。まあこれは配信めちゃくちゃ時間がかかるんで、配信終わってからこそこそやります。今のところの経過をお伝えしました。
像してさようならという感じですでした。鼻リコーダーはないです。鼻リコーダーは知らないと、もう一個が私の趣味、もう一つ小悪党を作ってました。小悪党作り終わった。チャットには載せたんですけど、もう出来上がりました。もう完全に小悪党ですよ。なんとか悪党は3本でね、これは作りました。自分で音聞いてくださいね。これ多分砂糖ですね。多大なカロリー摂取。琥珀糖っていうのはただの砂糖の味です。砂糖と寒天と水だけで作れるんですけど、な1週間ぐらいかかるんですよ作るのに。で今日ちょっとあげたんですけど、あれは1週間前の写真です。ずっと載せるの忘れてて、琥珀糖水と寒天と砂糖を入れて火にかけてタッパーに移して色つけて冷やして出して形に作ってで並べるんです。それで干しとくんですよ。干し芋蚊帳の中に入れて干しといて、1週間ぐらいで寒天の中から砂糖が周りに結晶化みたいな感じで浮き出るのでっていう感じですね。難しいけど、どんな味と言われたら砂糖の味しかしないです正直。これがこんなにたくさんあるんですよ。意味わかりづらい。この大量にある、これ食べきれないので視聴者プレゼント。もう食べ物をあげるのは禁止なんですけど、禁止というか何をあげても禁止なんですけど、プレゼントしたいぐらい余りすぎている。さすがにちょっと量が多すぎますね。でも少ない量で作れないんですよ琥珀糖って。こんな食べきれないなら少なく作ればいいじゃんって思われそうなんですけど、少ないの少ないだと作れないんですよ。お菓子って2分の1の量を作ろうとしてもその材料を2分の1にすればできるもんじゃないんですよ実は。ここはお菓子作りの難しいところであり楽しいところなんですけど、なんかこの量1人に多いなと思って、この2人前っぽいなと思って、でこのお菓子2分の1の量作りたいなってもし思ったとしても、全部の材料2分の1をすればいいわけじゃないんですよ。それだと大失敗しますので、だから減らしたら琥珀糖とか特に砂糖の量減らしちゃうとカリカリなんないんですね周りに。結晶化、砂糖が量が多いから結晶化するわけね。量少なくしちゃうとただのそれはめちゃくちゃ甘すぎる寒天になります。私実はお菓子作り好きなんですけど、めちゃくちゃね。でもオーブンがないんですよこの家。それでオーブンを買おうとお母さんとめちゃくちゃ抗議したんですけど、まあ
もう完全に NG を食らってしまって、お菓子作りはできません。マカロンとか作るの好きなんですけど、もう結構泣いてます。そう、オーブンレン、今レンジがあるから、それを廃棄してオーブンレンジにしようと思ったんだけど、高いよって言われて、そんな、いやいやいやみたいな。それで私が、いやオーブンレンジは自分で買うからみたいな。で調べたんですよ、オーブンレンジの値段で。なんかちょっと私が調べたのだと2万3万とか、まあ、高いですけど、それはそれで、でもまあいろいろ我慢すれば買える値段って思ったんですけど、お母さん的にはそんなんいらねえみたいな、2万3万のなんて使わねえみたいな、最低でも10万のじゃないと使わないよ、うちはみたいなこと言われて、それはさすがに10万はちょっと厳しいなと思ってさすがにやめましたね。10万あったら何個楽器を買えるんだって話ですよ。そう、楽器が買えるんですよ、10万あったら。って考えたらまあいいかな。やっぱね、楽器が手元にあるのが落ち着きますよね。お宅なら握手券で計算。10万あったら何枚買えるなとか、100枚買えるなとかっていう感じですよね。100枚大きいですね。今一番欲しい楽器はエレクトーンです。足と手と一人でオーケストラ演奏できるっていうのが大きいですよね、やっぱり。っていうので、まあ、DTM も一人で演奏できるようなもんなんで、タラッ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 イメージだから、これを聞きながら考えます。本当はもっとドラムのゴリゴリのギターバリバリのしようと思ってたんですけど、全然変わりました、方向性が。だからドラムがちょっと面影あるゴリゴリの。でもこのわざわざこれのためにドラム打ち直したくなくて、このまま使ってます。めっちゃ簡単なん、もう本当に初心者、ザ初心者の曲。ベースとかチャ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 ぐらいしか出てない、ね、このコードを打ってるだけですね、音も。ドラムは自分でなんとなく適当にやったけど、まだザ普通のものしかできてない。うん、難しいですね。ラップを入れたくなる、この曲に
ちょっとね、イメージはラップではなく夜のバーとかに流れてる感じの曲なんですけど、ちょっとテンポ遅くしてみるか。いや、なんか違う。ちょっとドラムがゴリゴリすぎる。まあいっか。そういうのもいいんですよ。テンポは元が好み。あ、やっぱり。わかりますよ。あとね、音をね、こっちか迷ったんですよね。それか。こっちもいい感じ。音的に。こっちも好き。いや、でもこっちの方が好き。こっちか。これもいい。やっぱメインの音を変えるとテンポ落とした方がいい。こんな感じ、これぐらいにしてみます。あ、いいかも。このぐらいも、これも好き。こっちもいい感じ。これメインの音変えるだけで全然雰囲気が。プラスチックキース、これもカラーいけ、オーケストラチック。違う。あ、これは普通な感じ。チープオルガン。これは違う。あ、これいいですね。この音使いたい、どっかに。この音、これに使いたいわけじゃんけど、これはいつか使っていいですね。ビッグドリッパー覚えとこう。ビッグドリッパー、これ違います。あ、こっちの方がいい。これ好きか。最初のとこれどっちがいいか。これ結構好き。シンシンス。これ結構好き。こんな感じ好き。やっぱり元がこうです。あ、さっきのこっちの方が好きかも。これが元のやつですね。あ、こっちも結構好き。あ、でもなんか落ち着く。裏がドラムバリバリ鳴ってるって考えるとどっちでもいい。どっちでもいい。ジャスタチューバース進行っぽい。マルサ進行を使います。もう初心者なんで、もうとりあえずメジャーなとこから埋めていこうって。最初の方が好き。最初、じゃあ最初にしましょう。で、今流していくうちにいいのが見つかったじゃないですか。ブロッケンじゃなくて、これに、これをさっきなんて言ってた私、ビッグボーンズみたいな、ビッグドリッパーか。この音を一応メモとしても入れちゃって、もう完全に作曲配信みたいな。ビッグドリッパーね。あれ、もうなんだ黒くなっちゃった。なんだ。あー、もう分かんなくなってきた。こういうことがあると私はもう嫌です。何が起きてるの今。か見てる方の人は多分完全に置いてかれてますね。今何をしてるんだろうこの人ってなって。すいません。今は趣味をただ流してます。ドリッパー今こんな感じに、このぐらいの速度にしよう。
いいかも、この音ちょくちょく保存しないといきなり落ちる時あります。怖っ。保存って何でしたっけ、コマンドなんとかパソコン弱いんですよね。毎回もう全部出来終わってから×で保存してるんですけど、マンダイス。あ、なんか保存できた気がする。多分。ファイルがちょっとチカッと光った。これバツをしてみると、お、保存できてる気がする。あ、できてる。コマンド S ね。覚えとこう。よし、終わり。終わりって。さっきも終わりって言って、また開いて。終わりです。セーブの S？ なるほど。姫ガチな作曲経験ありますか？ないです。今回じゃないですか、今回が初、まあ、今回も作曲とは言わないんですけどね。仕事中に何回か落ちてないってことある。それは泣きますね。私は趣味だからまだ、ああもう知らない、もう一回一からやるかってだけ。仕事とか期限追われてる時だともう本当に頭おかしくなっちゃいそう。まあ、ちょくちょく経過を上げていこうとは思ってますが、多分途中で飽きる気がします。いろいろ入れていけばいい感じになるでしょう。何個か今まだ3つ4つしか3つかしか楽器入れてないから、何個も合わせたらいい感じになるでしょうという感じです。私は飽き性なので、うまくいかなかったらそこに開きます。博多城会で完成品披露、でもなんかシーンってなりそう一曲を作るってよりなんかループさせてるんで、どうなんだろう。まあまあいい感じのができたら博多城会でお披露目しようかな。博多城会の企画も何も考えてないんで最終的に歌詞もつけるの？つけません歌詞はつけません。 BTM 本当に裏の音を作ってるだけ。裏の音っていうかもう曲を作るっていうか、ただもう自分の好きな雰囲気にしてるだけですね。うんうん、BGM。 ちょっとポニーテールしました。今日はちょっと痛いポニーテール全然やらないんですよね私。今日は今日でもう公演とはもうちょっと一定期間おさらばなので、最後にポニーテールしてみました。ポニーテール、そうちょっと私ポニーテールちょっと苦手で頭がねちょっと痛くなっちゃうんで、今日はやってみました。舞台終わったら休ませてもらえるの？いや舞台終わったらあれですよ、アイアンライブがあります
アイアライブのリハが始まりますね。もうすぐ舞台が終わったというか舞台を待ってもらっている状況って感じなんで、アイアライブ当たるかな。当たります。当たると信じていてください。私の家族も今めっちゃ頑張ってる。もう瀬戸に出てるの？いや出てないです。出てないけどちょっと見せてもらいました。まだ完成の瀬戸じゃないからまだ全然変わるよって言われたけど、ほうほうほう、ええですねってなりました。ソロあるんかな。あります。ソロはもうこれはもう言います。ソロはあります。ソロはあるし決まりましたね。ソロは交渉もうスタッフさんともそんなずっとこんなやり合いじゃない、言い合いでもない。ただこうこうこうしたいです、こうこうこれはどうなりますか、こうこうこうです、こうこうこれはこうこうこうお願いしたいですみたいなものをずっとやって、で多分決まりました。まあこれから何か問題があって変わるかもしれないけど、まあ一旦ね。こんな時代にのお披露目ももうすぐですね。そうですよ、音源解禁まであと3日、 MV 公開まで4日、3日後本当に皆さんもモモ曲来てくださいね。モモ曲来てくださいというか聞いてください。11時半聞いてちょうど寝るぐらいの時間じゃないですか。何回も聞いた人は録音推奨ですね。何回も聞いた方がいいと思います。1回だとダメですよ。まあ MV は待ってもいいですけど、私はとある部分を何十回何百回と再生し直しましたね。モモ曲で初解禁ですか。です。モモ曲で初解禁。なのでぜひ実況ポストもいつもよりお願いします。私はポストできないので申し訳ないんですけど、歌詞のテーマは、まあ、時代時代ですね。こんな時代にこんな時代でも生き抜こうまで出てるのか。最近はティザーがこんな時代でも生き抜こう、まあこんな時代でも生き抜こうっていう曲ですよ。こんな時代こんな時代に生き抜こう、まあ、結構スケール大きい曲って感じですかね。まあなんかなんて言うんですかね、メンバー一人一人の曲とも言ってもいいと思います。なんか私の曲というよりメンバー今のメンバーの曲っていう感じですかね。7期生、まあ、私的には私は自分を主人公に見立てて歌ってるので一旦自分主人公として話しますけど、まさか私の曲とは思ってないですよ。私のセンターいただいた曲だと思ってますけど16人で歌ってるのでそれは間違いないでほしいんですけど、でも一旦私が主人公だとして喋ると、そうですね、まあ、7期生が入ってきたじゃないですか。それについてまあリンクするような歌詞もあるんですよね。その新しい子たちが入ってくる、新しい世代が入ってくる今この HKT というグループをどうしていくかみたいな感じですよね。スケール的には、まあ、私がどうするかというか、どんな
好き、難しいですけど、自分がどう生き抜いていくか。この七期生が入ってきて、まあ、いろんな試練も七期生だけじゃなくいろいろありますけど、このそれでも突き進んでいくみたいな感じですかね。まあスケール的に今頭の中で歌ってるので寝てないので待ってください。ちょっと寝てないので本当に許してください。今頭で歌ってるので読みながら頭で歌うと口で歌っちゃいそうなので気をつけてます。あーそうですね。でもなんかすごい私の歌割りがすごい私って感じ、私っていうかなんか秋元さんは私を知ってるのかなって思うぐらいすごい私なんですよね。本当にありがたいんですけど、なんか私てか私の歌割りだけじゃなくて歌全部が本当に私が今思ってることというか悩んでることをがもう歌詞になってるっていう感じで、特に私の歌割りとかもサビもそうなんですけど、歌割りはもう私という人間みたいな。で歌詞的にはなんか私が大人列車前のフレッシュメンバーにフューチャーしていただいた時の大人列車のスピーチみたいな感じですかね。雰囲気的にはもう言い過ぎかな、もうこんぐらいにしとこうかな。私大人列車のスピーチ考えるときに本当にいろいろ考えたんですよ。こうこうこう言おうかな、こうこうこう言おうかなみたいな、いろんな候補が歌詞になってるみたいな感じですね。すごーって感じですよね。その今の HKT いろいろ言われますけど、今の HKT という時代、この今の時代、偉大な卒業生の方々が卒業されていってる、いった、そして花さんも間もなくご卒業される、エミリーさんもご卒業発表されましたしっていうこの時代に加入した私たち6期生が唯一、指原さん、まあ、7期生もそうだけど6期生からは指原さんと被ってないんですよね。っていうもうそのいない時代に入った私、そして7期生が入ってきて、そして今の HKT の現状でどう生き抜こうとするかという歌です。っていう感じですかね。ここら辺にしておきましょう。ここら辺にしておきますね。っていうのであと3日想像を膨らませてください。
まあ、聞いてみてのお楽しみ。そうですね、聞いてみてみてのお楽しみ。 MV を見てもらって、歌を聞いてもらって、早く聞きたくなります。早く MV よりも早く聞きたいっていう、 MV よりも早く、もうとにかく一日も早く聞きたいっていう方は、ぜひ私がやってるレギュラーの RKB さん、HKT48 ももちゃんわラジオ局、毎週火曜日やってるんですけど、次の回は MV より先に音源解禁なのでぜひ、お集まりください。一日も早く聞きたいもん、結果しっかりと聞きますよろしくお願いします。あ、髪取れちゃった、やばい、今ギリポニーテール、ここからどんどん髪の毛がボワボワしてきて、来週はさえちゃん、さえさんです。ポニーテールしてるみたい、ゴムないです、今ゴムない状態で髪の毛が固まってる。7月15日がアナネム上映会、そうなんです、あなたが眠りつく前にという映画の主演をさせていただいてるんですけど、そちらの上映会が、7月、にありますので、そちらも絶対に来てください。北九州であります。生誕祭いつ頃になりそうか聞いた？いや聞いてないですね、というかまだ決まってないと思います、普通に。でもアイアライブより後になると思います。7月2日以降になるかな。ぜひぜひぜひ来てください。あと舞台も来てください。たくさんありますね、たくさんありますで、大変かもしれませんが全部頑張ってるので来てほしいです。神奈川にいると全く参加できないという方は、7月2日にあるアイアライブが恵比寿でありますので、ぜひお待ちしております。まあちょっとチケットの取り方が斬新なので、なかなかちょっと新規というか、なんとなく行ってみようかなっていう方にはちょっと敷居が高いかもしれないんですけど、もしラビリンスやってる方はぜひ。後輩ちゃんと仲良くなれそうですか？仲良くなれなさそう仲良くなれなさそうですよ、びっくりした。6期生なんか周りの子たちみんなもうおしゃべりしてて、写真も撮っててびっくりですよ、そんな時間がいつあるんだって。私一切しゃべってないし、写真も撮ってないし、撮りたい気持ちあるんですけど撮れないんですよね、お忙しそうでだからいつの間にみんなは喋って撮ってるんだって思ったら、もう私は完全に出遅れてるので、ちょっと厳しいですね厳しいですね。なんでみんな撮れてるんだろう写真、私1枚もまだ撮ってないですよっていうのを思ってたんですけど、藤子がね、なんかそのお芋さんの卒業公演で、なんか HKT して卒業公演の時に楽屋裏の方の廊下がもうツーショットとか、そのお芋さんの写真でもう埋まるみたいな毎回の恒例行事なんですけど、もうなんか藤子がいきなりそれを見ながら、レアちゃんの卒業公演の時これ思いました
から仲良くならないとって藤子ここがね、もしレアちゃんが一番6期生で一番最後に卒業するならこれゼロ枚だよって言われました。気になる子はいますけど、まあでもおいおいですかねおいおい、っていう感じですかねということでそろそろ終わりにしようかなと思います。今日はちょっと音楽作る気持ちが多い間に作りきっちゃおうと思います。もしなんか今日めちゃくちゃ進んだらもう一回ショールームするかもしれないです、9時半ぐらいに。まあちょっとしないかもしれないので期待はしないでください、すいませんということで、見てくださってありがとうございました。ほぼ趣味の配信みたいになっちゃいましたけど、来てくださった皆さんありがとうございました。ということでランキング見ます。13位ゴンタちゃんさんありがとうございます。12位キタさんありがとうございます。11位地獄の、やばい読めない、ごめんなさい、地獄のなんとかかんとかさんありがとうございます。10位古書さんありがとうございます。9位ライダーさんありがとうございます。8位大君さんありがとうございます。7位抹茶サンタさんありがとうございます。6位滝谷さんとレア姫、今日も可愛いです、ありがとうございますありがとうございます。5位オラさんありがとうございます。4位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。3位つぶなおさんありがとうございます。2位マツくんさんありがとうございます。1位ユウさんありがとうございます、ありがとうございます。ということで全員読んだかな、抜けとかなかったですか、大丈夫ですか、ありがとうございました。ということで、皆さん付き合ってくださってありがとうございました。ということで、ミクはモモ曲集合ですということでありがとうございました。バイバーイ。